英作文はどう勉強されてましたか？例文暗記は効果ありますか？例文暗記は効果あるっちゃあるけど、コスパはいいかと言われるとそんなによくはないですね。はい。なので、ぶっちゃけね、英作文は最低限のことを最低限書けるようにすればいいんですよ。なんかこう、おしゃれな言い回しとかっていうのは本当にしなくてもよくて、おしゃれじゃなくても、なんか聞かれてる質問に対して、それっぽいことをちゃんと、なんていうの、それっぽい型でですね、その最初に結論を出して、理由を1個、理由を2つ目述べて、ちょっと変えた表現で結論を言うみたいな、その型にちゃんとはめて、最低限文法を間違えなければ、もうバッチリなんで、例文暗記したら、それはできるように、ある程度書けるようにはなるんですけど、まあ、コスパはすごいいいかと言われるとそんなことはないですね。ただ時間に余裕がある方、高1生とか高2生とかで、だったら割と意味はあるんじゃないかなと思います。要は例文を暗記することによって、そこで学べるエッセンスとかっていうものもしっかりと覚えられるので、応用が効かせられるんですね。その応用を効かせられるっていうところでは、まあ、なしではないっていうくらいですかね。直前期だったらちょっとまあ、その型とかに当てはめていく練習っていうものをした方がいいかなと思います。